本針でしょ。ちょっと日本針を使って釣りたいと思います。日本針に置き網をつけて釣りたいと思います。それでは針先にちょこっとかけて大きい目を、あとは待つだけですね。おし、来た、おー、でかカワハギやもん。でかいな、カワハギです。それめちゃくちゃ簡単でしょ、仕掛け。簡単ですね。日本針をつけるだけですよ、フックに。餌が取られたら、あ、もう今あたり来たような気がしますけど、もう来た。早い。わー、それダメです、かわいそう。これがすごいですか。もうさっきあのサンバソ釣れましたよ。サンバソです。ベーラ、ベーラ。こんだけベラが欲しがった時、僕ないですからね。本当ですね。わー、来た。またあのですね、泳がせに使えるようなやつ素材お願いしますよ、マジで。なんか小さな魚釣るとき一番生き生きしてるような気がしますけど、気のせいですか。まあ、楽しいですよね。ベーラ、ベーラ、もう早くベラ釣ってくださいよ。あ、来た。お、ベラ。もうベラでも遊ばれてどうするんですか。大体ベラも釣れないよ。それも今みたいにでかいベラダメです。もうじゃあちっちゃいのお願いしますよ。結構なでかさでした。でなんであの動画アップしないんですか、僕の動画。する時間がないんですよ。足元にパラパラって 2,3 粒落とすじゃないですか、はい、で少し投げるんですよ。あ、投げたところで、はい、ゆっくりこう落としていくじゃないですか、はい、ラインをですね。そしたら下の方に行くじゃないですか。大きいのが買ったりするんで、多分ちょっとやってみてください。手前にほらいっぱいワイトでしょ。なるべく沖側にそれ投げてくる。そうで、そこでこうラインを出しながら下に沈む。で、ある程度したら止めて、そのままゆっくりこう、なんていうんですか、下に来るようにするんです。真下にスーッと。そしたら大きいのがかかってきたりするんで。で、釣ってくる。あ、なんか大きいのも出てきましたよ、中に。ほら。あれ、何回な？カンパチ？カンパチはなんか今、大きいのいましたよ。いますよね。さっきもいたんですか。ほら、そんなの。うわ、キヨ。シイラかいな。違うね。そうなんです。シイラかなと思うんですよね。黄色いやついますよね、中に。ほらほら、釣りたい。そんなもう日本針だけの簡単仕掛け、超簡単仕掛けです。ほら、来た。あ、来た。大きいよね。ほら、さっきの。もう何これ。これ何ですか。青いやつなんじゃないですか、これ。ほんと青いやつ。ブリ。え、なんこれ、新しい魚やね。かっこいいっすね、これ。しまい先っぽいですね。なんかこれ、マジですか、このやつ。なんかレアなやつ釣っちゃいました、ね、うわ、ちょっとアクアさんとか持っていきましょうよ。そうですね、ちょっと食べてって言ってですね、ちょっとあれ、生かしとってください、はい、それ、食うんじゃないですか、泳がせで。ちょっと早く。そんな飛ばしたら、またさらに飛ばさないかんですよ。こんにちは。今なんかすっごい速いやついた、今。来た。早いやつ企業。わあ、あと、あ、アジじゃないそれ。ほら、滋賀系納豆やん。これ。エビにパンクして企業券。それ狙ってるでしょ。ああ、もう本当に足元の魚に遊ばれております。ハマっております。超簡単ウルトラスーパーゼリーですからね。大きいのいますよ、ほら。あれ、なんだ、さっきのやつでしょうね、あの黄色いの。上がっても名前がわからんっていうのはちょっと悔しいですね。次ですね、その下から、下の針のところにガンダムのリリをつけて、はい、どこにつけます。上のがいいと思います。これでまた競泳が変わりますよ。やばい、がうわっ。あ、いた。もう近寄らんめ。そうです。手前巻きました。そうで、そのまま勢いよく落とす。うわ、来た。まだ落とさんと上のが食うんで、上ので遊んじゃダメ。下まで落として、下まで落ちたくらいの時に止めて、当たりを待つ。さあ、釣りハム TV 行ってみましょう。
何十頭目かしております。こんなガンダム 2B 付けて飛ばしました。はい、飛んだね。そう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 、なるべくラインいっぱい出して、いっぱい出すよ。8メートル以上あるけんでした。ほら今追っかけていっとうけど、まだ待ってよ。落として落として、はいストップ。あと合わせるだけだよ。ラインも見てね、ラインがスッと入ったら合わせるんだよ。竿先になってきても合わせるんだよ。さあ大きいチンズが来た。笑います、笑いが止まりません。わ、来たー。さあ大きいかちっちゃいか、また出たぞ。もうそればっかりやん。もう一言、横にやった一言。こればっかりいいんじゃないですか。追われてないけん、追われてないけん、なるべく下の方に、底の方に持ってくるようにして、大きいのドーンってきますよ、下手したら。さあ、おーらおら、来た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 、でかいんすか。あ、でかいでかいあ、ほんと、さっきのやん。最近のおー、2匹持ったら、それはでかいでしょ、これ楽しんど、楽しんど、これよっしゃー、泳がせの魚が増えてきよるこの城みたい、この城それあ、いや、でも、いや、違うね、なんですかね、これ、うん、おー、元気はいい、めちゃめちゃ、サバのようでもあるし、うん、群れですか。はい、ボラじゃないですよ、なんか、模様的にボラっすかね。ボラでしょ、あれ。あ、ボラ見た人釣れないんですよ。あ、ボラ見た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 。お、でかい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 。おはー、なんだ、なにそれ、デカベラやん。その前の方が大きかったですよね、当たりがですね。グニュッと曲がってましたけどね。なんかすごいベラっすよ、これ毒あるんじゃないですか。いやいや、これおいちゃんベラで僕たち言ってるんですよ。食べてみてください、美味しいですよ。なんか毒ありそう、怖い。大丈夫大丈夫、もうベラベラ触っていいですよ、ベラベラ。このでっかいやつ泳がせし、いいですかこれ。あ、いや、ダメですよ。あ、これダメですか。食べるんですかこれ。食べます食べます。なんでこれ好きですか。マリフスポインで食べます。何の魚だと思いました。おおおおマンボハグ。お、もうアクアさんやってるやってる。イカがいる。イカがおる。へー、ちっちゃいやろ。ちっちゃいよ、あれ。んあれ、あー、ちょっと信号ちょっと大きくなったみたいな感じ。さあ、見てくださいよ。あ、買ったんですか、これ。そうそうそう、これ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 、簡単ずり、これ日本ですね。はい、この日本を取ればいいみたいな。本当ですか。買っちゃいましたね。買っちゃいましたね、とうとう。ハマってますね、簡単ずり。はい、はい、ハムさん、はい、買えないやつ。お、学んどうね、学んどうね。そこに寄せて何しようと、何しようと、ハムさんも。ああ、ほら、黒が左側行った。これそーっと中にこう入れ込むとよ。そう焦ってるよ、なんでそこに焦ったぞ。何焦ってるの。あの、バリつみたいな。バリね、あ、バリ来たかもしれないですよ、今。マジで一体来ましたもん。もう来た。いや、取られとるわね。なかなか練習した割には餌が取られるね、すぐそれ、おいさんベラよ、おいさんベラ、おいさんベラ、うん、食べてみて、この前も言ったけど簡単仕掛け来ました。よし、来た。お、来たほら金魚、金魚、ほら金魚いっぱい釣れる。こうラインが走っていったら回せるような感じで吹かせやね。うん、そう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 。来た。でも金魚もういろんなとこでなんかいろんな魚種を釣ってくれ、ちょっと。おう、そうそうそう、やったやったやった。黒やろ、黒違う。おお、ほら、簡単仕掛けに大黒。うわー、でかい。やったな、ハムス。簡単、超簡単ウルトラ仕掛けに来たよ。すごい、これよ、日本針の力よ。ね、普通の黒ですか、お腹ですか。いや、それイスズミやな。イスズミですか。面白がろう、その釣り。面白いですよ、これ。ハムさん、もっと大きいの釣って。可能性を感じましたね。ね、お、流していきようね。簡単仕掛けをこうラインをそんだけ流していくの初めて見たよ日本針のみやろ。日本針水中浮きすらない。いきなりプロみたいになってしまっとうやん流していきようやん、ライン。
ここは男女群島かって言われるよ。いいんじゃないですか。ほら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 。